イカトラーは、アメリカ合衆国インディアナ州、サンタクロース出身の元プロアメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。デンバーブロンコス、シカゴベアーズ、マイアミドルフィンズにて12年間にわたり活躍した。1983年インディアナ州サンタクロースに、生まれたカトラーは、高校時代アメフトだけでなく、バスケットボールや野球でも活躍を見せた。幼い頃から、 ベアーズのファンとして育った。バンダービルト大学に入学したカトラーは45試合に先発出場した。怪我で欠場したことも一度もなかった。4年生の2005年にはパス3073ヤード 21tdqint で SEC の年間最優秀攻撃選手に選ばれた。大学4年間でパス8697ヤード59 td を成績を残した。これは共に2018年シーズンのカイル・シャーマーが破るまでバンダービルト大学のチーム記録であった。同期のビンス・ヤングやマット・ライナーとに比べても強権であると評価された。また、そのプレイスタイルからブレッドファーブと比較されることもたびたびあったカトラーは、高順位指名が予想されており、オークランド・レーダースや、 デトロイトライオンズが獲得に興味を示していたとも言われていた中、デンバーブロンコスに一巡指名された。2006年ドラフトで指名された QB の中ではヤング、ライナートに次いで3番目であった。デンバーブロンコス2006年7月27日、ブロンコスと6年契約を結んだ。当初はジェイク・プラマーの控えであったが、12月3日のシアトル・シーホークス戦で先発に昇格した。 その試合は143ヤード2 TD 2 INT でチームは20から23で敗れた。なお、この試合でブランドン・マーシャルに決めた71ヤードの TD パスはルーキーがデビュー戦で決めたパスとしては最長記録である。プロ初勝利は12月17日のアリゾナカージナルス戦であった。この試合でパス31回中21回成功。 261ヤード、2td、1int、q b レーティング101.7の成績を残した。レーティング101.7は、ブロンコスのルーキー q b としては1983年に、ジョン・エルウェイが記録した117.4に次いで、高い数字である。翌週のシンシナティ・ベンガルズ戦では、パス23回中12回成功179ヤード、2td、1int で、 チームも24から23で勝利した。ベンガルズ戦で 2td を決めたことによってカトラーは NFL のルーキーとして初めて初出場から4試合連続で 2td を上げた選手になった。翌週のサンフランシスコフォーティナイナーズ戦はプレーオフをかけた一戦となったがチームは23から26で敗れた。ルーキーシーズンは二勝三敗、パスヤード、t d 5int で QB レーティングは88.5だった。テネシータイタンズとの MNF に臨むカトラー2007年は、全試合に先発出場し、パス3497ヤード、20TD、14INT を記録した。チームは7勝9敗に終わり、プレーオフ出場を逃した。2008年、オフェンスキャプテンに選ばれた。開幕戦は、マンデーナイトフットボールで、 オークランドレーダースと対戦し、パス24回中16回成功299ヤード 2td の活躍でチームを勝利へ導いた。3連敗の後迎えた第10周のクリーブランドブラウンズ戦では、前半10から23でリードされていたが、第4球に 3td パスを投げ34から30で逆転勝ちした。12月の成績は1勝3敗に終わり、 プレーオフを逃した。シーズン成績は、パスしなげ616回中384回成功4526ヤード、25td、18int、ラン57回200ヤードとなった。なお、パスしなげ数、成功数、獲得ヤードは、球団新記録となった。この年、プロボールに出場した。シカゴベアーズ2009年に、 マイク・シャナハン HC が解任され、ニューイングランド・ペイトリオッツのオークルだった、ジョシュ・マクダニエルズが新たな HC に就任した。その後、ESPN でチームがカトラーの三角トレードを画策していると報道された。トレードの内容としてはカトラーをデトロイト・ライオンズかタンパベイ・バッカニャーズに放出し、マクダニエルズ新 HC のフルスであった、ペイトリオッツから、 QB マットキャセルを獲得するというものであった。ブロンコスとマクダニエルズは、この報道を否定したものの、カトラーは不快感を示した。そして3月15日には、コロラドの自宅を売りに出し、正式にチームにトレードを要求した。3月31日、ブロンコスのオーナー、パットボーレンが声明を発表し、トレード要求を受け入れることを認めた。そして4月2日、 ブロンコスのドラフト5巡指名権と共にシカゴ・ベアーズにトレードされた。引き換えとしてブロンコスはベアーズから q b カイル・オートンと2009、2010年のドラフト1巡指名権と2009年3巡指名権を獲得した。2009年シーズンはパス3666ヤード、27TD、26INT に終わった。なお、26INT は リーグ最多であった。2010年、新しいオフェンスコーディネーターにマイク・マーツが就任した。開幕戦から3連勝で迎えた第4週、前半2急サックを受け脳震とうで途中退場した。第6週で復帰したもののその後に連敗して、バイウィークを迎えた。バイウィーク明けは、ラン中心の攻撃に切り替え、11勝5敗で、地区優勝とプレーオフ進出を果たした。 ディビジョナルプレイオフではパス243ヤード 2tt に加えてラン8回43ヤードの活躍でシアトルシーホークスを破った。カンファレンスチャンピオンシップではグリーンベイパッカーズ戦と対戦し第3級途中に膝を負傷し途中退場した。そしてチームも14から21で敗退した。プレイオフを途中退場したことについて 多くの選手から批判を浴びた。2011年、先発で7勝3敗としてベアーズは、プレーオフ出場を争っていたが、第11週のサンディエゴチャージャーズ戦で親指を骨折するとベアーズは控え 9B ケレブヘイニーの下で4連敗を喫し、ヘイニーに代わって、ジョシュ・マカウンが先発したが8勝8敗で、プレーオフを逃した。 2012年のトレーニングキャンプで WR ブランドン・マーシャルと話すカトラー2012年、ブロンコス時代のチームメイトだったブランドン・マーシャルがトレードでマイアミドルフィンズから加入した。また、ブロンコス時代に指導を受けたジェルミー・ベッツが QB コーチに就任した。開幕戦のインディアナポリス・コルツ戦では第1球にインターセプトリターン TD を許したが、その後立て直し、 パス35回中21回成功、333ヤード、2td、1int、チームも41から21で勝利した。次週のパッカーズ戦ではサックを7回浴び、パス27回中11回成功、126ヤード、1td、4int で、チームも敗れた。この試合中サイドラインで、レフトタックルのジャマーカスウェブに怒鳴りつけた姿が、報道され、 メディアやチームメイトからも批判された。第4週マンデーナイトフットボールのダラスカウボーイズ戦ではパス24回中18回成功275ヤード 2td と安定したプレーを見せチームも34から18で勝利した。この試合では q b レーティング140.1を記録し自身のキャリアで三番目に高い数字となった。第十週のヒューストンテキサンズ戦では 脳震盪で途中退場した。なお、第10週ではカトラー以外にもマイケル・ウィックとアレックス・スミスが脳震盪で途中退場した。翌週のサンフランシスコ・フォーティナイナーズ戦は欠場した。第12週に復帰し、その翌週のシアトル・シー・ホークス戦ではパス26回中17回成功、パス233ヤード 2td。 QB レーティング119.6の活躍を見せたが、チームは17対23で敗れた。カトラーが QB レーティング100以上を記録した試合で敗れたのは初めてだった。マイアミドルフィンズ2017年3月にベアーズから放出される。5月5日に一旦フォックス放送の解説者に転身すると発表したが、聖 QB ライアンタネヒルを負傷で書いた。 マイアミドルフィンズからのオファーを受け、一年契約を結び、現役復帰を果たした。しかし19タッチダウンを上げたのに対し14インターセプトを健常するなど、安定感を欠き、また故障や脳震盪のアクシデントにも見舞われ、数字愛を欠場した。ありがとうございます。